ックスの勇気、デュエル開始の宣言をしろ、磯野。ミリオさん、俺はライティドライバーを召喚。誰誰やねん。ライティドライバーの効果そう。優勢かな。ライティドライバーの効果によって、レフティドライバーを特殊召喚。この2体のモンスターでリンク召喚。現れろ、クリストランハリファイバー。クリストランハリファイバーの効果がそう。まずいですね。デッキから太鼓の白石竜の霊廟発動。まずい。竜の霊廟の効果によって、ブルーアイズホワイトドラゴンも墓地に送るぜ。ブルーアイズホワイトドラゴンは通常モンスターのため、さらに1体モンスターを墓地に送れるぞ。現れろ、ブルーアイズジェットドラゴンを墓地に送っておこう。あ、このモンスターはフィールドのカードが戦闘効果で破壊された場合、墓地から特殊召喚できるモンスターだぜ。俺様が乗っていたジェット機によく似ているだろう。俺様が乗っていたジェット機を再現したモンスターだぜ。そして1体でリンク召喚、現れろ、リンクリモー。ターン終了、エンドフェイズ。太鼓の白石の効果発動。太鼓の白石の効果によってデッキからブルーアイズモンスター、ディープオブブルーアイズを特殊召喚。ディープオブブルーアイズの効果発動、特殊召喚に成功した場合、儀式魔法または融合を手札に加える、カオスフォームを手札に加えるぜ。さらに墓地でブルーアイズホワイトドラゴンが存在する場合、デッキからレベル8以上のドラゴン族モンスター1体を手札に加えることができる。これによってブルーアイズカオスマックスドラゴンを手札に加える。これでターンも終了だ。さあ貴様のターンだ、遊戯。ふぅ弱っ。いやまずふぅってだったらマグネットウォリアイプシノン通常召喚、はい、召喚に効果。デッキからレベル4以降の、はい、イプシロン以外のマグネットウォリアーモンスター1体を墓地に送って発動します。はい、まずポストで墓地に送ります。はい、大丈夫です。アルファを墓地に送ります。いいだろう。会話のモノマネ下手すぎだこれ。会話のリュウチノリめちゃくちゃうまいな。会話の声やっぱ出せねえわあれ。まあ、イプシロンの効果でカードを一枚墓地に送って発動して、いいだろう、このターンエンドフェイルまで墓地に送ったこのアルファと同盟モンスター、同盟カードとして、その後墓地に同盟カードは自分フィールドに存在しないマグネットウォリアーモンスターまたは磁石の戦士モンスターを墓地から選んで特殊召喚できるんですけど、まあ、墓地にはいないみたいな。なるほど、 OK。 それあれでしょ、なんかあの見た目メダロットに似てるやつやね。もうほぼほぼメダロットみたいなやつよね、見た目。今電磁石の戦士ある。なるアルファ OK。 処理終わり、終わり。よし、その後ハリファイバーの効果発動。その後ゲームから除外し、エクストラデッキより新境召喚を使えて新境モンスターを新境召喚する。フォーミュラーシンクロの新境召喚、フォーミュラーシンクロの新境召喚成功時効果発動。その効果にチェーンし、自身の新境召喚の効果にチェーンし、自分で変身するという効果を発動。おお、はい、どうぞ。フォーミュラーシンクロとディープオブブルーアイズで新境召喚、レベル8のディープオブブルーアイズにフォーミュラーシンクロのチューニング、新境召喚、笑われろ。これがブルーアイズ最強モンスターブルールドアイズホワイトバルナス真空召喚。そして J1 の効果でカードを1枚取ろう。君のターンはまだ始まったばかりだぜ。いや、岩石のモンスターがいるんで、はい、手札からアザマシャリサーチャーを得意召喚。いいだろう。効果発動、デキトップ5枚めくってレベル2以下の岩石属地中弾を得意召喚。考えます、考えます。いや、それ通すともうやばいんだよね、それ特殊召喚が強いし。そしてあのカードは強いね。いや、あれは通してダメな気がするんだよな。ブルールドバルネスの効果発動、フィールド上の効果を無効にし破壊する。じゃあ手札からアドマシアサイン発動。いいだろう。墓地の岩石族モンスターという特殊召喚できる。やばい、また来た。エレクトロ、あ、これは名称単位比。あ、名称、危ねえ。テンポ発動できる、危ねえ。じゃあエレクトロマグネットオーリアアルファを特殊召喚。アルファは特殊召喚、いいだろう。ここ今アルファが2体になってる。はい、どうぞ。そう、アルファが2体、アルファ効果発動。いいだろう。デッキからレベル8の、ま、磁石の戦士モンスターという手札に、磁石の戦士マグネットバリキリオンを2体でリンク召喚、はい、ベルティアナコンド。やばいやばいやばいの来た。止める手段はない、止める手段はない。そうそうそう、やばいやばい。何が出てくるんだこれ。コピーするのか、普通の融合。何融合だと、融合だと。召喚条件は、召喚条件は磁石の戦士マグネットベルセリオンと磁石の戦士マグネットバルキリオンの2体。やばいやばい、あれはやばい、アルティメット磁石出てくる。やばい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 。運動戦士インペリオンマグナム、うわー来たー、来た。遊戯層モンスターは最強じゃないか、最強の磁石モンスター。単一で効果を何でも無効にできて、無効にして破壊、こいつが破壊されたらデッキ手札からバルキリオンとベルセリオン出てくるんです。
回ずつ手札で多少感情器無視して無視無視すんなマジで無視してんじゃねえ。よしじゃあまたルピーズ。いいだろう。じゃあまずはアナコンダでリンクリボーに攻撃。うん、しょうがない。リンクリボーの効果を発動。アナコンダの攻撃力をゼロにする。インペリオンマグナム4000で。ホワイトブルーアイズホワイトバロンにする。うわあ、うわあ、ダメージが1000ダメージか。1000ダメージを受けるぜ。そして、フルール、ブルーアイ、ブルールドホワイトパルネスが破壊した場合、墓地をブルーアイ、ジェットドラゴンの効果発動。このモンスターを墓地から特殊召喚したい。じゃあ、インフィニオンマグナムで見こう。うわあ、つえインフィニオンマグナム、つえつえインフィニオンマグナム。これはブルーアイズホワイトバレヌスと違って一回きりと効果じゃない。くっそなんて強いんだ、なんていう強い効果。タイノ、あ、タイノ、俺のターン、俺のターン、俺のターン、ドロー。どうやって踏みに行こうかな。どうやってあのインペリオンマグナムとかいうヤバすぎるモンスター踏みに行くかどうかちょっと考えます。正規召喚してないとダメなんじゃない。いや、もう召喚条件を無視してたから。デッキからだから、蘇生制限とか関係なく出てきて。虫って出してくるみたいな効果なんだよね。いやもうね、一旦ね、これどうやって踏みに行くか考えたんだけど、これで踏みに行くしかないと思うわ、俺。これと、ですね。ルビオに入ってるのもしかして。いやもうこれ、嘘、太鼓じゃない、太鼓もいらないでしょ。俺は光闇3体のモンスターをゲームから除外し現れろ。根源流レビオニア特殊召喚効果発動。いやいや、もう消費できなくなるぞ。効果発動、レビオニアの効果、フィールドのモンスター、インペリオンマグナムで向こう。よし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 、それはさすがに向こうにしか破壊しない。OK、レビオニアは破壊した。さすがにそれは通せない。よし、これで何でも通るな。よしよし、これで何でも通る。そしてやばい、俺は手札よりマジックカードアルティメットフュージョンを発動。アルティメットフュージョンの効果により墓地のブルーアイズホワイトドラゴンと根源竜レビオニアをデッキに戻すことによって融合召喚、現れろブルーアイズタイラットドラゴン。このモンスターは相手のフィールドのモンスター全てに一度ずつ攻撃をすることができる。そして手札よりマジックカードカオスフォーム発動。もう出てきた、やっぱ悪いの来た。カオスフォームの効果によって手札のブルーアイズホワイトドラゴンをリリースし、ブルーアイズカオスマックスドラゴン儀式召喚。4000コキュートスじゃん。そして墓地のディープオブブルーアイズの効果発動。このカードをゲームから除外し、フィールドのドラゴン族モンスター全ての攻撃力を1000ポイントアップする。これによってブルーアイズタイラントドラゴンの攻撃力は4400、ブルーアイズカオスマックスドラゴンの攻撃力は5000ポイントとなった。タイラントドラゴンってどういう効果ですか。ブルーアイズタイラントドラゴンは全てのモンスター、相手モンスター全てに1回ずつ攻撃ができ、さらに1ターンに1度このカードが戦闘を行ったダメージステップ終了時、自分の墓地のトラップカードを回収するという効果を持っている。ちなみにトラップカードは1枚もない。え、これ負けたんじゃねえの。行くか、このまま俺はバトルフェイズに移行する。バトルブルーアイズタイラントドラゴンの攻撃、まずアナコンダとかいうクソサコモンスターを粉砕、玉砕、大喝采。やばい、打点が4400、3900ダメージ、3900の大ダメージを受けろ。ブルーアイズタイラントドラゴンの攻撃、タイラントバースト。これで400ポイントのダメージを受けろ。そしてフィールドカードが戦闘効果で破壊された場合、墓地のブルーアイズジェットドラゴンの効果、このモンスターを墓地より特殊召喚。ちょっとここで一回ターンエンドしませんか。悔しいでしょうね。助けてもう一人の僕。悔しいでしょうね。助けてもう一人の僕。サレンダーは認めない。さあ、立て。ひどすぎる。バトルフェイズ続行。ブルーライズ、カオスマックスドラゴンでダイレクトアタック。コンボのマキシマムバースト。いやめっちゃ楽しいなこのモンスター。もうさ、素材めっちゃ緩いからさ、ブルーアイズプラスドラゴンズだからさ、すげえ出るんだよね多分これ。
適当な、タイトル。レビオニア入ってるの、ちょっと意味不明すぎた。いや、目覚めの戦列でサーチできるんで。確かに。なんなら超融合で吸えますしね、相手のドラゴン。ああ、確かにね。強いね。そうか、超融合でもいいのか。うん。